キャットピープルは猫人間を題材にしたアメリカの怪奇映画および言及び研究される猫人間のことである。1942年にキャットピープル1944年に同じ登場人物を配した続編キャットピープルの呪いが制作され、前者は1981年にリメイクされた。猫人間のプロットにアルジャーノン・ブラックウッドの太古の魔術の影響がある。 ポスター自分が猫人間の末裔であり、キスをするだけで表に変身し男性を殺すと信じた。ヒロインは、求婚され結婚しても、夫との関係を深めることができない。夫は、職場の女性に相談するが、そのうち愛人関係になる。一方、夫に勧められて受診した、精神開始はヒロインに言いおるが、ヒロインの手にかかり死ぬ。絶望したヒロインは、 動物園のヒョウに殺されるべくヒョウを檻から逃がしてしまう。繊細な若い女性の嫉妬と男性恐怖を猫顔のシモウヌシモンが見事に演じた。具体的な恐怖の描写は注意深く避けられ、猫人間への変身も暗示するに過ぎない。したがって猫人間云々はヒロインの妄想に過ぎず、彼女の言動は潔癖性、大人になることからの逃避。 男性への恐れ等によるものだとの解釈も成り立つ。70分余りの当時における典型的な B 級映画の枠内でヒロインの異常心理を介してホラーとメロドラマとしての二面性を両立させた本作はサイコホラー映画の古典的名作の一つとみなされており、監督ジャック・ターナーの代表作ともなっている。ポスター現代。 ザカーズ・オブ・ザ・キャット・ピープル続編と銘打っており、内容も後日談となっているが、主題は恐怖というよりも、少女、5歳、元夫の心の動きを追った作品である。前作のヒロインの夫と元同僚は後日結婚し、一人娘が生まれた。娘は夢見がちな内向的な少女に育ち、周囲の子供たちから浮いた存在になった。ある日、 夫が捨てきれずに一枚だけ残しておいた前妻の写真を見つけた少女は彼女を心の中の友人と呼ぶ。クリスマスの前夜も暖かな家庭を離れ友人と迎えた少女だが町外れの老婆の家で危機にさらされる。危機が去った時友人の姿は消え周囲の人々と心を開き合った少女が残る。1942年版のリメイクであるが 獣人の比例による破滅が描かれており、ヒロインが黒表に変身するシーンがある。特殊効果を用いた猫人間の変身シーン等、植物的な描写が多い。主題歌をデビッド・ボーイが歌い話題になった。ありがとうございます。